皆さんこんにちは。目から鱗の時間です。パーソナリティのウェッジです。24時間常時放送のインターネットテレビシャララ TV がお届けする目から鱗、今輝いている人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいている皆さんの人生の転機のヒントにしていただく番組です。いやー、なんかね、人並みの人生で、平平凡凡と、気を使わずに、暮らしてる方がいいという人と、ありきたりの人生は つまんない嫌やっていう人といますよね。でも普段の自分はただの人やけど、実はなんていう人もいたりなんかして、こう普通に平平凡凡と暮らしてるような感じに見えて、実は裏の顔があるなんていう人もいますよね。で、そんな自分の殻をまあ破りまくりの方っていうのに、この前ちょっと出会って、いや、この人面白いなと思って、ちょっとうちの番組出てほしいなということでゲストに来ていただいてるんですけども、いろんな殻の破り方ってあるんですけども、話聞いてみると、もうなんかこのジャンルでここからここをステップアップしていくっていうような想像がつく、その殻の破り方で、こっち行ってこっち行って、これとこれなんか関係ないけどっていうような感じのところがあって、すごい話がなんかあちこちに飛んじゃうんですけど、それは一体どういうところからそういう人生の展開になったのかっていうのがすごい興味があって、今日はね、その辺をじっくり掘り下げて話聞いてみたいと思います。そういったねゲストさん、多分ね、自分でちょっと尻滅裂かなっていうような方のヒントになったりもすると思うので、じっくりその辺ね話、楽しんで聞いてみてみたいと思いますので、お楽しみください。では一旦コマーシャルに行きます。コマーシャルどうぞ。お帰りなさい。はい、では今日のゲストさんは知野理恵子さんに来ていただいてます。肩書きね、うつなんとかかんとかの知野理恵子さん、いや、もう名前だけでいいです。もうその辺からね、ちょっと変わってるなっていう感じがするんですけどもでも名前だけで紹介してくれて、よっぽどその名前の後ろにある自分自身が自信あるんやろうなと思ってハードル上げてる応援してください言うかっていうのもね、実はもういろいろ肩書きをつけるのは嫌やという、どれを書いていいか分からへんっていうねすいません、先ほどいただいたアンケートにふざけたことを書いてますそうなんですね怒らないでください、でも、もともとはジムの仕事をしてる OL さん、そうですね、やったんですよね、はい、でその OL 時代はどんな感じの、もう本当に普通にコピーを取ったり書類を作ったり、はい、こう、なんてワープロみたいなもんですよ、はいはい、それとか土木設計事務所だったので図面のトレースをしたり、でもお茶を入れたり、普通の OL さんじゃないですか、トレースができるって、トレースって言うんですか、なんかこう写す、あ、そうなんですか、もう卒業してすぐ入ったのがそこだったので、やってって言われたら何も疑問を持たずにやってました。でもトレースって、トレースっていうそのね専門技術であるぐらいやから、うん、トレーサーっていう名前の仕事ですよね。あ、そうなんですね、うん、なんかこう図面があって下から明るく設計する人とそれをきれいに静止してこう書く人といるんですよね。トレーサーって言って、それ一つのうち、まあ、今特殊技能ですからね。あ、そうなんです、全然知らなかったです。そうなんです。その土木事務所、まあ9時5時
ですね。そうですね。で、まあ、はい、公務員の人のお手伝いみたいな感じですね。あ、なるほどね。はい、だその会社に行ってっていうような高校時代。はい。それは学校出てからどのぐらい？そうですね。5年ぐらいですね。5年。でも5年ないね。はい。5年。で、5年経ってから。それがバイトなんですね。なんでこう契約更新していくんですけど、ある5年ぐらい経った時にまた戻るのかなと思って、それはそれでやりがいも感じたし楽しかったんですけど、なんかこう自分じゃないなっていうか、自分じゃない、親が行けって言ったところに、そこに出てきましたね。はい、行ってまして、それで親が多分勧める人と結婚してこう、そういう風な人生を歩むのかなと思ったんですけど、うん、ちょっと自分でな生きてみたいというか、なんていうか、なるほどね、自分で何かこう、うん、言葉にできないんですけど、うん、自分で決めたことを生きたいみたいな、んて言ったら表現したらいいのか分かんないんですけど、なるほどね、そういうようなことを思って親と大揉めをしまして、うん、で転職しました。でその転職した先は、はい、舞台照明の舞台照明、はい、で舞台照明またその土木建築のトレースやってるところから舞台照明、その舞台照明はなぜ舞台照明やったんですか？もともと美術部だったりして、はい、こうアート的なことには興味があったんですけど、うんうん、そういう方面でこうその舞台照明の仕事っていうのがどうやって入ったらいいのかさえちょっと分からずに、うん、でもそれは舞台照明の仕事がしたいっていうことで舞台照明の仕事に就こう。あ、いや、求人があるところの中から興味のあるところを受けてたのが正直なところなんですけど。でそれで、まあ、はい、受かったっていうか、そうですそうです、落ち着けたのが舞台照明やったと。はい、舞台照明って結構どんな仕事ってこう、はい、思うじゃないですか、聞いてると、はい、舞台照明ってどんな仕事か。私も周りは皆さん、うん、専門学校出たりそういう大阪芸大とかを出てる方ばっかりだったんですけど、そうですね、本当に何も知らないところから入ったんですけど、うん、もう本当にまあ、仕事の流れから言いますと、うん、何かコンサートとかお芝居がありまして、うん、それに合わせてこうプランを照明のプランを考えて、うん、で仕込み図を書いて、でそれを現場に行ってこう、そうですね、実現するっていう仕事なんですけど、うんうん、そうですね、小雑把すぎますね。一番難しいのがミュージカルみたいな感じで、人がこっちから入ってくる、こっちに履けるとか、もう人が動くパターンっていうのを全部照明追いかけなあかんっていうのがあるじゃないですか。追いかけるっていうか、はい、構成をせなあかんっていう、ええ、でステージで歌う人のやつって言ったら、大体前言ったらもう片方からこう出てきて、でセンターに立つって、はい、センターに立つスポット当てるとか、はい、で次曲が始まったらバックライトでこういうの、はい、色のやつ出すとかね、はい、いうパターンで、まあそのパターンであれ入れ込んでたらその通りになるんですか？そうですね、入れ込んでたらタイムも入れたらその通りになりますけど、でもその通りに演者がせえへん場合もありますもんね。だからもうそういう場合はもう厳密に決めておかないといけないです ね、はい、立ち位置もね、はい、テープ貼りますもんね。はい、テープ貼ります。舞台テープ貼りますもんね。はい、でそういうのじゃない時はもうシーンだけを作っておいて、うんうん、で人がその、曲とかに合わせて変化させていきます。照明の前言ったら、あれなんていうんですか、ディレクター室って PA がいるところで、はい、照明の人が一人、まあついてるじゃないですか、はい、でもスポットにはスポットに一つに一人ずつつかなあかんっていうのをよく聞くんですけど、はい、あ、ピンスポットライトっていうのがセンターに、サイドの時もあるんですけど、それはもうこのすごく大きい照明で、それをこうやって動かして、それ手動のやつと、はい、リモートのやつとあるじゃないですか。あ、でもリモートでも一人一つに一人ずつこうつかなあかんじゃないですか、いやもうそうピンスポットに関してはもうほぼ人がやってる、手動ですか、はい、思っていただいて方がいいと思います。なるほど、そうだよね。だから照明のその内容によって、舞台のやつってその会場を借りるときに
一人が何人つくかでこっちに値段結構変わってくるんですよね、はい、人件費が変わりますから。だから照明のピンスポットの人いりますかとかって、うん、いりませんって言うて言うたらあれやけど、いりますって言うたらね、ボーンと上がったりしますよね。その人の値段もありますし、そのピンスポットの代金も代金もね、ありますね、はい、で、何でしたっけ、うん、を歩いてこう出てくる、出べそうになったとこ、あれ作りますか、花道ですか、はい、作ります作りませんで値段ごついちゃいますね。それはもう全然違うと、ね、全然違いますよね、あれ、はい、うん、なんかファッションショーみたいにこう前せり出すところ作ったらものすごい値段上がりますもんね。もうそれ大道具さんが何人もお仕事されるので、ね、はい、なんかこの前いっぺんあのその会場の打ち合わせに行った時に、まあまあバイブラになるんですよね、いろいろ言うたらすぐにね、普通のオーソドックスな状態で普通に借りるんと、はい、これしてくださいあれしてください言ったらすぐにバイブラになりますね。なりますねびっくりしました。でも多分それぐらいの手間はかかってる。そうね、あの人が増えるとすごい値段上がるって言われましたね。はい、その機器の問題より人の問題の方が大きいんですって言われて、でまあそのせり出すやつもその前日にやらなあかんから、はい、前日貸されへんからっていうのもあったりするんですね、はい、あります、なんか設置すんのに大道具さん入ったら前日あの貸されへんから、結構ねあんなん舞台関係のやつって結構いろいろね、はい、皆さん知らへんところで結構いろいろあるんですよね。そうですね、うん、でその舞台照明、ここはテレビ照明っていうのもあるんですけども、はい、テレビの照明はどうなんですか。あの入った会社がテレビ照明もやってて、やってて、はい、でそれ私が、はい、うん、言っていいんですね、いいでしょう、関西テレビと関西テレビ、ね、KBS 京都を照明としては入ってます、うんうん、まあ、音声では読売テレビとかいろいろあるんですけ ど、うん、なるほどね、はい、私は照明だったので、うん、であのお家が長岡京、うん、長岡京ね、たけのこの有名なね、はい、あの KBS に行くことが多くて、うん、自然にテレビ照明も覚えた方が良いので、うん、そうなっていきました。烏丸から上賀茂方面に走るとこちらにある、はい、御所の西側にあります、ね、KBS ね、うん、あそこがあの KBS 京都と、うん、あのテレビ局とで KBS ホールっていう舞台の、ありますよね、両方しないといけないので、はい、そうなりました、はい、最初はホールの方に入ってたんですけど、あの覚えてスタジオにも入るようになりました。でその、まあ舞台照明テレビ照明の、会社というかそこの、ところを勤めてて、うん、でそこでどのぐらい、いやそれはあのフリーとかとしても今もやっているような感じなので、それはそれで毎回並行的に、それはそれで前やってて、はい、でその落語のお茶子、はい、っていうのはそれはどういったつながりでどういった関係でそのお茶子さんを、はい、それはあの舞台照明の後輩が、うん、落語会の照明を頼まれたんですね、うん、でそれが大阪美術クラブっていうところで、はいはいはい、会場で、うん、であの1人でも彼女できるぐらいのお仕事だったんですけど、うん、でも2人の方がすごく効率はいい仕事だったんで、うんうん、あのちょっと手伝ってほしいと言われまして、なるほど、はい、でそこに出入りをこうそうですそうですなりまして、であのそう何回かしているうちに主催者の方が、うんうん、あの昼と夜と2回公演をすることがありまして、その間でお茶席をするとおっしゃったんですね、でお茶席も手伝ってほしいと、であ私お茶をも習っているので、じゃあ着物を着ていきましょうか、せっかくだし、うん、着物を着てできる程度の照明の仕事でもあるので、そしたらあそれはいいねっていうことになって、なで、まあ、その時着物を着てお茶席と照明と受付なんかを手伝いまして、でその次がその次ぐらいの開催の時に、あのお茶子をしてほしいと頼まれまして、であのなぜかというと最近は着物が自分で着れる人が少ないので、あの、うん、着れない人に頼んでしまうと美容院行ったり迷惑かけちゃったりもするし、あの自分で着れる人の方がいいみたいな理由もあって頼まれて、その時ちょっと KBS 京都で忙しくしてる時に、携帯が鳴って思わず撮ってしまったんです、であまり話を聞かずに早く切りたかったので、はいはいって切ってしまって、
引き受けたことになってしまって、あ、どうしようって、後ですごい裏方としてはいいんですけど、ね、表に出たことがなかったので、ね、もうその後本番が来る日までもずっとドキドキしてました、ね、お茶子さんって、はい、実際どんな仕事するかって知らない方もいるので、ね、はい、ちょっとその辺ね説明していただきたいんですけど、はい、落語家さんが何人か出はるので、その間に出て行って座布団をひっくり返したり、でこう上方落語の場合剣台って言って、前にこうちっちゃな、はいはい、テーブルというか机が出る話と出ない話があるので、はい、それの出し入れとか、はい、であと、そうですね、名前返すの言いましたっけ、はい、ね、名前をめくりをめくる、はい、で落語家さんだけだったらそれだけなんですけど、うん、繁盛亭も、はい、行かせていただいてるんで、はい、そちらだったら漫才の方とかが出たら、ね、マイクの付け替えとか、はい、で手品の方とか曲芸の方の場合は道具の出し入れ、いわゆる展開いうやつね、はい、普通の舞台だったら多分暗転にして大道具さんがやったり、うん、はい、こう幕下げたりするんですけど、うん、落語のああいう寄席とかはもう明るいまんま で、うん、でこう見えてもいいような着物を着た人が転換します。お茶子さんってなんでお茶子さんって言うんやろね。でなんか昔は、ね、今はしないですけど、お茶も入れてたのかなって、お茶入れて楽屋とかでなるほどね、師匠にお茶出してたからお茶もそうかもしれないです、それからもう一つまあこれ知り合ったきっかけは、はい、うちのお店、はい、まあ、アラフォンテーン の、はい、そのお店に白拍子の集まりやったんですかね、はい、いや、あの日は生田神社で奉納がありました、はい、うん、阪神淡路大震災の25年の節目ということで鎮魂の奉納をさせていただきまして、でうち の、 その出演者の中に伊豆さんとお知り合いの方がいらっしゃったので、生田神社から近くでいいお店なので、そこでご飯食べてということになりました。で話聞いて、実は僕も京都も結構馴染みが深いんですよという話をしてね、はい、うん、でなんか意気投合じゃないですけども、今度いっぺん、まあ、出てもらおうかなと思ってお声かけしたんですよ、はい、白拍子っていうものについて、白拍子って何やろなっていう人もいるので、ちょっとまた、その辺ご説明いただきたいんですけども、はい、平安時代 の、うん、女性の芸能者なんですけれども、主に今用というようなものを歌ったり舞ったりしていたようです、うんうん、ちょっとあまり確定的なことはわからないことが多いんですけれども、で男装しまして、長い黒縦星に白の水管で赤い火袴で太刀を刺して待っていたようです。なんか、平の清盛の、はいはい、大河ドラマの時にそういうシーンありましたよね、はい、ああいう人たちです、うん、一番有名なのは静御前とか。そうですね、静御前が舞を舞うっていうシーンが多分、はい、大河ドラマであったのがそうですよね。ありました、はい、うん、かでなんかパリ公演とかブダペスト公演とかっていうのはその白拍子の公演なんですか。そうです。でそれはまたどういったきっかけでそのパリの公演とかっていうのは。パリは2回あったんですけど、はい、最初の頃は私がまだ入った 当、うん、当初で詳しいことは、うん、分からないかったんですけど、なんかその時は、うん、日本フェスティバル的 な、 なんかジャパンフェスティバル的な催しがみたいな、ね、正式な名前が分からないんですけど、あ、ね、秘書家の人がいろんな方が言ってました。大きな紙にこうほうきみたいな筆書いたりとかそんなんがパリで開催されたって言ったら聞きましたね。なんか、もうずいぶん前なんですけど、日本ブームやったんですよね、向こうヨーロッパがね。なんかそのようですね、なんか三味線とかのロックバンドが向こうで有名になったりしてましたもんね。あ、そうなんですね、なんか結構期間が長かったんですけど、私たちは9日間ぐらい代わり番号にいろんな団体が出てたので、全然全ては把握してないんですけど、なんか日本ブームでなんかそういうジャパンフェスティバルっていうのがなんかあったっていうのを聞いて、でそれにその知り合いの書家の人が、あ、そうだったんですね。
なんか大きなこう字を書いたんやっていうのを聞いて、はい、それがそのジャパンフェスティバルの時がパリ公演だったんですね、はいはい、1回目というか初めて。で2回目は2回目は一昨年だったんですけど、あの京都市とパリ市だったかしら、なんか何十周年的なのの、はいはい、一環みたいな形で、パリ日本文化会館というところで公演させていただきました、あ、そうなんです。なんかエッフェル塔の近くでした、ブダペスト公演は、あ、それはその、はい、その、パリ日本文化会館を一昨年だったんですけど、で去年ブダペスト公演が本公演的なものがありまして、そのパリの後でちょっとプレー公演みたいな感じで、あの限られた方だけをの前で舞を、お見せするっていうプレー公演をまずやらせていただきまして、で去年あのブダペストで劇場でやらせていただきました。その劇場ってどんな感じだったんですか？もう普通のホールです。ホール、はい、あのオペラとかあんなやるような、そんな大きくは、そこまで大きくはないんですけど、2階の席があるぐらいの感じの階段的な、階段的な、はい、あ、それとあのパリでもそうだったんですけど、あの日本でしたら舞台が高くて、で客席がこう、一番下の客席は舞台より低いと思うんですけど、あの同じ高さなんです。そうね、ええ、本当にこうすり鉢状になってまして、びっくりしたんですけど、見やすいですね、その。そうですね、お客さんはね、そういう劇場です。たまたまかもしれないんですけど、パリもブダペストもそういうところでやらせていただきました、なので一番前の方ともうすごく近くて、そうやね、はい、あの、今はホットモットフィールドかなんかが客席とグラウンドの高さが同じレベルなんですね。普通こう高いんですよね、はい、客席が、はい、同じレベルなんですよ。だから選手がこう立ってる足元が目線ぐらいの、へー、だから球が飛んできたらスパイクがガツ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 ってこう走ってくるのがすごいリアルに聞こえるような球場、そういうのリアルさありますよね、同じレベルで。そうですね、もう本当に近くて、ね、でなんかあの読売新聞とか京都新聞に出た写真がこうあったりなんかするんですよ。あ、新聞は、はい、何回かも取り上げていただいてるんですけど、そのハンガリーに行く前後とかにも取り上げていただいたり、あの秋に京都東山の法住寺というお寺で、今合わせというちょっとあの平安時代の貴族の遊びを再現したようなことをやらせていただいて、そういう何も話題性でこう新聞に載るっていうような感じなんで、そうです、はい、いっぺん実物っていうか実際にこう見てみたいなっていう気もするんですけどね、はい、また何か機会あったらね、あの見てみるよう、またご招待いただいたらね、行かせていただきたいと思います、はい、ぜひぜひいらしてください、はい、あの装束を装束お召しになって、装束、帽子はこれですね、帽子は専門ですもんね。で一遍そしたら、コマーシャル行きたいと思います、はい、ではコマーシャルいらっしゃい。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、おかえりなさい。はい、エンディングは、告知 PR タイムなんですけども、いろんなことをまたお話聞きたいと思います。ではスタート、上方落語協会っていうのが、はい、はい、あのお茶子に関してはそちらに見ていただくのが一番早いと思います。公益社団法人上方落語協会、あ、でもお茶子の名前までは載ってないですけれども、もう本当にどうしていいのか。これね、あのもう短く上方落語協会で十分あの、検索したら出てきたので、はい、あんまり長かったら検索しにくいので、はい、その上方落語協会で検索すると、はい、ヒットします。
あとそれと、日本の今用、これは何ですか？日本今用歌舞楽会です。歌舞楽会っていうんですけど、はい、これね、こんだけ歌を歌うと大変やったんで、はい、日本今用で出るかなと思ったら、日本今用でヒットしたんで、ありがとうございます、はい、4文字でヒットしますんで、はい、あのこれで検索してもらったらあのヒットします、はい、はあ、で、まあ、続きなんですけども、はい、その、白拍子をやり始めたきっかけ、はい、あ、それもあのさっきの落語も人に誘われてまったんですけど、やっぱりその人のつながりで誘われて、白拍子はなるほど、お茶、それお茶会にお客で行ってたら、その席主の方が習ってはる方で、なるほど、誘われます。あの衣装自体は自前なんですか？あ、いや、あの師匠といいますか、あの、はい、お家元先生が、はい、全て管理しておりまして、なるほど、その都度その都度持ってきてくれます。あのサンバ あの衣装みたいなもんですよね。あ、そうなんですね。神戸祭りの時サンバの衣装みんな着てはるけど、あれ自前じゃないんですよね。ああいうのを、まあ、サンバチームが持ってて、で借りて着てはるみたいなんですよね。あれ大変やろなって思ったら、借りもんや。そうですよね、あと家に置いとかれへんもんね、金のことなんでそうなんです。え、それはその都度、はい、何の役をするから、この衣装とかってあるんですか？そうですね、ほぼあの舞う人は白拍子の格好ですけど、うん、楽人は仮犬だったりもします。あ、なるほどね、はい、うん、なんかみんないろいろ着てるけど、何が何なのか僕らにはちょっと分からへんですけどそうですねそう分からへんですけどいろいろこう種類があるんやろうなと思って、はい、いろいろ種類が、うん、それは例えばそういうの着たいって言うて言うたら、なんか参加したら貸してもらって、こうその格好してで何をするんですか？私は歌と舞が多いです。あ、舞うんですね、はい。もし皆さん、あの、なんかしたいなと思ったら、はい、ね、あの、はい、このヒットするところに、はい、ね、なんか問い合わせ先とかあるんですよね。え、うち電話番号しかないんですけど、まあでもね、電話していただいたらいいですよね、はい、すいません、平安時代なので、うん、ね、電話だけでも進みました。今日はありがとうございました。はい、ではね、その辺あのまた連絡取ってください、はい、今日はありがとうございました。では、さよなら。僕は君の大人のおもちゃさ。